では定刻になりましたので、第9回目の計算科学技術特論、農工業を始めていきたいと思います。本日も、先進引き続き、東大部席の渡辺先生に高速化チューニングとその関連技術にということで講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。物性研の渡辺です。先週お伝えした通りですね、今週は本当に高速化チューニングの話をゴリゴリしていきたいと思いますが、まず最初に皆さんにお伝えしておきたいのがですね、今日話すことは多分今後の人生ほとんど役に立ちません。でもそのじゃあなんで喋るかってことなんですけども、そのこういうチューニングとかをやっている人々がいるということをやっぱりまず知っておいていただきたいっていうのと、もう一つなんかほら役に立つことばっか喋ることが大学の講義じゃないでしょ。その大学はやっぱりその義務教育じゃないんでね、この後ですね、ニュースとかでスパコンとかのが出てきたときに、ちょっとでも皆さんのそのがスパコンを身近に感じてくれるようになって、くれれば、この講義をした価値があるなと思います。でさて、高速化の話です。高速化には2種類の話、2種類あります。一つがその、アルゴリズムレベルの高速化ですね。オーダー N 事情をオーダー N に落とすとか、オーダー N をログ N に落とすとか、そういうやつです。で、ここでいう高速化は、そういう高速化でない話をします。それは、アルゴリズムを変えずに、実装レベルで実行時間を短くする方法。これをここの講義での高速化と定義します。で、そもそも遅いアルゴリズムを実装レベルで何とかしようというのは無駄ですので、ここで話す高速化は、アルゴリズムレベルでの高速化がすでに終わっているということを前提でお話しします。それも方法が枯れていて、あとは実装レベルで何とかするという段階になって初めて、今日の講義でやるようなことをするという話です。で、実装レベルの高速化とは何かということなんですけれども、それはコンパイラとか計算機に優しいコードを書くということです。でどういうコードが優しいか知るためには、当然のことながら計算機の仕組みをよく分かってなきゃいけないですね。というわけでまず計算機の仕組みを簡単にざっとおさらいします。でその後にさあ高速化しましょうって言ってもいきなりチューニングし始めるのはもちろん絶対ダメですね。まずどこが遅くてどういう原因で遅いのかというのを確認してから、それをやらなきゃいけない。というわけでその後にプロファイラーによる確認方法をちょっと紹介します。でそれが分かった後にどんなチューニングが、いいかという話を、個別論になりますけどもお話したいと思います。というわけでまず計算機の仕組みから、皆さん大体ご存知だと思いますけど、計算機っていうのは、CPU とキャッシュとメモリが積んであったのを積んで、これが一つのノードを構成します。でストレートか通信関係はちょっと省略します。でスパコンとは何かって、スーパーコンピューターってなんかすごい名前がついてますけど、このノードが死ぬほどあるのがスパコンです。死ぬほどあってノードを全部計算ケーブルでつないだものです。だから構成要素はその辺の PC と全く変わりません。で、その問題はその量の違いは質の違いとなるかなんですけれども、要するにモアイズディファレントは本当に正しいかということなんですけれども、少なくともコード開発についてはそれは成り立って、そのやっぱり PC とスパコンは数の違いだけなんですけれども、そのプログラムの難しさにはやっぱり壁があるように感じます。これで、で計算機というのは、CPU とキャッシュとメモリーというのがあるとお伝えしましたけれども、その CPU というのが工場みたいなものですね。でここで何か材料を加工するわけですね。でメモリーというのは倉庫ですね。で、メモリ転送というのは国内流通だと思ってください。で、ノード間通信というのは別の国となんか通信データやり取りしなきゃいけないということで貿易だと思ってください。でもちろん貿易がクソ遅いんですけれども、ほとんどの場合において一番のボトルネックとなるのがこの国内流通ですね。なのでチューニングというのはこの辺りを中心に攻めていくことになります。で CPU のお仕事はもう非常に簡単です。メモリをデータから取ってきて何か計算してメモリに書き戻す、それだけです。だからデータがやってきたのを加工してそれを元に戻すというだけです。で流通において重要となる量が2つあって、1つが 0.4、もう一つがバンド幅です。 0.4 っていうのは発注してからデータが届くまでの時間ですね。 Amazon で何かポチってから届くまでの時間で、それはトラックの速度とかそういうものになんかで決まってるわけですけども、これはもうほとんど、高速化の余地はないと思いますね。もうほとんど高速で動いてますので、高速で光の速度ね。で必要な材料が物置になかった場合には、発注しなきゃいけなくて、材料が届くまでだいたい工場がものすごく暇になります。数千サイクルとか暇になりますが、これは結構隠蔽することが可能です。
で、それより問題になるのがバンド幅ですね。これは定常的なあのデータの転送量で、これ道路の車線数だと思ってください。で、まあ、ちょっと想像していただければ分かると思うんですけども、工場の工作機械を2倍にするっていうのと、東京大阪間のあの高速道路の車線を1本増やすっていうのは、どっちがどんだけお金かかるかってまあ分かりますよね。そんなわけで、このバンド幅っていうのは、まあ、ものすごく増やそうとするとものすごくコストがかかります。なので、あの現在はほとんどの場合において、このバンド幅リミット計算がバンド幅でリミットされています。で、それは何かっていうと、工場の能力に比べて、輸送能力が小さすぎるということを意味します。で、まあ、あの補給あっての戦線ですね。あの戦略というか、その戦争のアマチュアがあのどうやって戦線で戦うかを考えるのに対して、プロはまず補給を考えると言いますよね。というわけで、まず補給をなんとかしようとし、補給をちゃんとなんとかしてから CPU チューニングをするというのが基本になります。で、よく出てくるこのデータ転送速度でよく出てくる量が BF バイトパワーフロップというやつですね。これはデータ転送速度を計算能力で割った値です。で、だからあのデータが大きいほど計算速度に比べた データ転送能力が高いということになります。で、典型的には昔はもうちょっとあったんですけど、今 0.1 とか 0. せいぜいあって 0.5 とか、そんなところになります。で、まあ、0.5 のバンド幅 0.5 の、 あのマシンでどういうことになるかっていうのをちょっと話したいんですけども、一つの倍精度実数ってあの8バイトで表現されています。で、何か計算するためには必ず2個データ取ってこなきゃいけないですね。掛け算でも足し算でも。で、2個持ってきて、何か足したり引いたりして書き戻すっていうと、それだけで3回の通信が必要になりますね。というわけで24バイトです。で、BF 値が 0.5 ということは、これで割れば演算数になるので、24バイト読み書きしている間に CPU は48回計算できるわけです。だから、単にあの2個取ってきて1個書き戻すっていうのをひたすらやる計算をやってしまうと、それだけでピーク性能が 2% ぐらいしか出せません。だって48回計算できるのに1回しか計算してないので、48分の1しかピーク性能を出せないわけですね。なので、いかにキャッシュを効率よく再利用するかというのが、あの計算性能に直結します。で、あのメモリ関連について、あのこれから HPC をやる上で知っておかなければいけないことがいくつかあります。あの現代の OS はほとんどメモリを仮想メモリというもので、管理しています。仮想メモリというのは、メモリをページという一つの単位に分けて、そのページをあの物理メモリに、ページごとにあのどこかに割り付けるんですね、物理メモリに。で、あのそうすると何がいいかっていうと、まずあのメモリずっと使ってるとどんどん不連続になっていきます。取ったり消したりしてるの で、そうするとあの連続メモリが、まあ、取れなくなるんですけども、このページ単位でやると物理的には不連続なんだけども、論理的には連続に見せることができます。だからものすごいバカでかいメモリをくださいって言ったときに、それが実際には全然取れなくても、いくつかに分けて割り付けて、それは連続に見せるということができるわけですね。で、もう一つ大事なのはスワッピングが可能になるということですね。そのしばらく使われなかったメモリは、メモリが必要、他のプログラムがあのメモリをくださいって言ったときに足りなかったら、全然使ってないメモリをハードディスクに逃がします。あのこれはもうあの重い OS 使って重くなってくると、だんだんハードディスクガリガリ言うあれですね。最近さすがにあんまりスワッピングしなくなりましたけども。で、まあ、これであの物理メモリよりも広い論理メモリが取れるというあのメリットがあります。で、これのメモリがどこに、実際のメモリがどこにあるのかというのがキャッシュに書いてあります。このキャッシュのことをあのトランスレーションルカーサイドバッファー TLB と言います。で、たまにあの HPC で TLB ミスというのが問題になります。で、それはあの実際に、メモリを触りに行こうとしたときに、キャッシュに入ってないページを触ろうとしてしまって、実際はどこだって言って探して、あのそれを解決するのにすごい時間かかる。これが連発するのが TLB ミスです。で、それを防ぐためにページサイズ、これ何キロバイトか単位でページを取るわけですけども、それを大きくするしましょう。そういうあの解決方法がラージページというやつです。これもまあ頭の片隅に入れておいていただければと思います。で、これがどんな時に問題になるかというとですね、あの実際にはですね、あのファーストタッチの原則といって、メモリをくださいって言った時には予約だけされて、そのメモリは実際に物理メモリに割り当てられません。で、
初めてそこに触りに行ったときに、あ、これ必要ですねって言って、あのメモリを確保に行くわけですね。で、これよくあるのがですね、その最初にバカでかい配列を動的に確保しているプログラムのなんか初期化が遅いなとかいうあの相談をよく受けます。あの地球シミュレーターは多分最初にあのメモリを取った瞬間に割り付けてたんだと思うんですね。僕よくわかんないですけど。で、それをコードそのまま持ってくるとなんか初期化がすごい遅いとか言ってくるんです。で、解決策としてはあのメモリを確保した直後にページ単位、例えば 2KB だったら 2KB 単位でバーって最初に触っておくと、あのそこでパッと初期化がうまくいって、触りに行った時に、取りに行くっていうのを毎回繰り返さなくていいので早くなったり、静的に確保するとそういうのがあのなくなったりします。これは僕もちょっと分からないんですけども、まあ、そういうことがあるんだということだけ覚えておいてください。で、もう一つ大事なあの性質があります。これはあの NUMA というやつでして、あの非対称メモリアクセスですね。で、ノンユニフォームメモリアクセスで NUMA と言います。で、CPU にメモリが指してるんですけども、 CPU にとって遠いメモリと近いメモリが存在することを NUMA と言います。で、 K コンピューターはユニフォームなので NUMA ではありませんが、一般にほとんどのゼオンの CPU が2ソケット以上あるやつは NUMA になっています。で、これあの物性圏のちょっと前のスパコの例ですけども、これあのメモリが6枚刺さっていて CPU が2個ついている、あので1つのノードを構成していますが、そのうちのメモリ3枚が片方の CPU、 残り3枚がもう片方の CPU の、管理下にあります。で、プログラム上はその6枚全部見えてるんですけども、実は遠い方のメモリに触りに行くと、この CPU が隣の CPU にデータを送れと言います。そうするとあの真ん中の QPIクイックパスインターコネクトだったかな、ちょっと忘れましたけど、を通して、CPU がメモリに触りに行きます。なので、遠いメモリに触りに行くと遅くなります。で、 QPI って結構太いので、あのバンド幅が問題になることはあんまないんですけども、 0.4 は結構問題になりますね。ください、隣にあるんだったらすぐ取ってくれるわけですけども、くださいって言っていいですよって言って向こうで探しに行って持ってきたのを隣に行って、ああもらいましたっていうので、 0.4 がすごく遅くなります。で、これですごく問題になるのがですね、OpenMP によるスレッド並列です。で、あのさっきファーストタッチと言いましたけども、あの一番先に最初に触った時にメモリ割り当てがされると言いました。で、その時にあの原則があって、最初に触ったプロセスが存在する CPU に近い方のメモリから取りに行きます。なので、あのスレッド並列で、例えばあの今2 CPU でそれぞれ4個あるので8並列できると思ってください。で、8並列やるんだけど、最初に初期化をします。初期化はフォア分かドゥーループでダーッと舐めるわけですけど、それはそんな時間かかんないから並列しないでやっちゃうわけですね。そうするとこの赤いあのルートプロセス、ルートスレッドがいるやつが初期化しちゃうので、その瞬間にこのルートスレッドに一番近いメモリに全部取られてしまいます。その後でこの8並列をして、さあやりましょうって言ったときに、全部残り右の4つの逆側のコアからアクセスしようとしたら、全部逆側からアクセスしなきゃいけなくなってすごく遅くなりますということで、つまりこれを防ぐためには初期化をスレッド並列内でやって、ちゃんとそれぞれのスレッドが触るように、それぞれのスレッドに近いところにメモリが割り当てられるように意識して組まなければいけません。で、これもそのプログラムでこういう構造知ってないと絶対分かんないですね。だってプログラム上はあの全部メモリはユニフォームに見えてるわけですから。なのでこういうのを知っているか知ってないかっていうので、なんかスレッド並列遅いなと思った時に解決できるかできないかが分かると。まあ NUMA 最適化というのでググればすぐ分かる。で、知ってればできるけど、知らなかったらこれはもうどうしようもないですね。で、もう一つで、あのメモリ周りが終わったので今度 CPU の話をします。CPU、 あのセントラルプロセッシングユニットって、まあ、頭脳ですね。で、これさまざまな種類があります。皆さんの周りにあるのはほとんどが ARM か Xeon だと思いますね。携帯は今ほとんど ARM だと思いますね。で、 PC が Xeon だと思いますけども、これあの HPC 業界とかゲーム業界ではいろんな CPU があります。で、 CPU と CPU コアの違いですけども、昔あの CPU って言ったらもう1個の処理装置しかなかったんですけど、あの今は CPU ってほとんどがマルチコアです。昔でいうとこの CPU の性能、あの能力を持ったやつが CPU のコアの中にまあ8つとかたくさんいるわけですね。K が8つ、その K の商用版である FX10 が16個で、 IBM の Power6 なんか32コアですね。最近の Xeon は10コアからまあ20ぐらい、ハイエンドだと20コアぐらいなんでしょうか。で、
60コアとかそれ以上のコアがいるゼオンファイメなんてのもいます。コアが増えれば増えるとプログラム大変になりますね。でもう一つ、CPU で重要なのが SIMD というやつでして、シングルインストラクションマルチプルデータの略です。でこれはあとで詳細をお話しいたします。でこれはもう僕の趣味の話なんですけど、ゲーム機とスパコンでの採用例って割とかぶってまして、皆さんもう第何世代のゲーム機なんでしょうね。第5世代、これ SS って書いてあるのセガサターンですね。プレステと任天堂の64が戦ってるわけですね。この時代MIPS がすごい流行ってました。 MIPS ってリスクの権限みたいなやつですけど、当時僕の D 論を書いたその物理系の SGI オリジン2800、これ MIPS1 万という意思が使われていました。しかし SGI はその後 MIPS を諦めてですね、その後イタニアイタニウム2になって、その後はゼオンに行きましたね。で今になって MIPS が中国が MIPS 互換の石を独自に作って流進っていうんですかね、で石を自前で作ったりしています。でその後ドリームキャスト、緑で書いてある SH っていうのがありますね。セガサターンからドリームキャスト、これセガ の, あれですけども、この SH、 これ日立の石なんですね。スーパー H ってやつです。でドリームキャストいいですよね。そのこれセガが出してた最後のゲーム機なんですけど、日立の石が載っていて、しかも OS が Windows なんですね。これだからゲーム機なのに OS で Windows 動いてるから、よくゲームが固まるわけですよ、ゲーム機のくせに。今最近はプレステとかでも固まるんですかね。で僕これこういうそのなんていうのかな、末期のハードってすごい好きで、一人暮らしするときにゲーム機買おうと思ったんだけど、プレステ買ったら絶対留年すると思ったからドリームキャスト買ったんですね。ドリームキャストで当時世界最高記録の予算をかけて作られたっていうシェンムーというゲームを作って買って家でやったわけですけど、何十億、40億だったか50億だったかでかけて大こけしたんですけど、数億ぐらいしか取れなかったんですかね。すごいつまんないゲームで、なんか夜中一人で D ロン疲れてやった後にシェンムーをやってて、ゲームの面白さとは何だろうとか思ってたんですね。何の話でしたっけ。この辺りはすごいバラエティ豊かですね、第6世代までは。スーパーヒタチ、スーパー H、MIPS で、ゲームキューブが IBM の PC、パワー PC ですね。Xbox はインテルのセレロンですね。これもちょっと、Xbox もっと売れると思ってたんですよね。僕はだって石がインテルで、DirectX が使えるので、パソコンでゲーム機のゲームが開発できちゃうわけです。独自のあれが必要ないわけです。だから開発、参入障壁はすごく低かったはずで、だからもっと売れるかと思ったんですけど、結局キラーコンテンツにがなくて売れませんでしたね、Xbox は。なんか、それでやっぱりゲーム機ってなんだろうと思いますね。なんか僕がたまに見てるゲーム開発者のブログによると、そのスーパーファミコンってすっごいプログラマーから見ると作りづらかったそうなんです、ファミコンに比べて。でもスーファミってすごい売れたんですね。だからその開発者側の参入障壁どうこうじゃなくて、やっぱりカスタマーにとってどんなゲームが出るかが大事なんだって、思いましたね。何の話でしたっけ。で第7世代になると、これ IBM 一色になりますね。全部パワー PC ですね。あ、プレステ3はこの IBM のセルというやつでして、これ用に開発したやつで、これを載せたスパコン、ロードランナーっていうのがありましたね。これもプログラムはもう死ぬほど大変だったと聞いてますね。コアの中に確か1個のメインコアと他の違うヘテロジニアスな7つぐらいのコアがあったのかな。でそれらちゃんと意識して組まなきゃいけないとか言って、でそれとなんかゼオンの違う AMD と何かを組み合わせてプログラムを組まなきゃいけないとか言って、すごい死にそうな思いをしている人がいました。で、今もう第8世代、2年前にあんま出てなかったんですけど、第8世代が揃いましたね。で Wii U がこれ IBM の石ですね。でプレステと Xbox が AMD の JAGA 互換の石だと思います。プレイステーションが、自分のゲーム機用に石を開発しなかったのは今回が初めてだと思います。それまでプレステは石をなんかもっとカスタムしたり、セルなんか自前で作ったわけですよね。でも結局もう開発コストが高くなったという話を聞いて、AMD にしたという話を聞きました。何の話でしたっけ。命令パイプライン。CPU の中ではですね、命令パイプラインという方法が、採用されています。それをちょっと説明します。で、パイプラインになってない方式は、工場で熟練した職人さんが製品を作ってると思ってください。で、職人の手さばきが早くなればなるほど早く製品ができる。けども、やっぱそれには限界があるんですね。そこでフォードがやったみたいに、ベルトコンベア式に行きます。パイプライン方式。これは工程を簡単な作業にいくつか分けて、
そのバイトのおばちゃんとか言ったらあれもよくないかな、あの作業員が、そのやつしかやらない、こっちに流れてきたやつに対してこのネジしか締めないとかやるわけですね。でそうすると職人一人一人がやるよりは遅くなります、各工程は。例えば一つの作業を1時間で終わる作業があったときにそれを3つに分けますね。でそれぞれ職人がやれば20分で済むと 思ってください。それを作業員に分かせると30分かかってしまう、 1.5 倍かかるわけですね。しかし3人が同時に流れ作業でやるわけです。なんか作業 A をやったやつをそのまま隣に流れていきます。それを、次の人が作業 B をする、で流れていって作業 C をするということをやると、一つの製品が30分で完成するようになるので2倍の高速化ができる。これがパイプライン方式です。で先ほど同様レーテンシとスループットという概念があります。でレーテンシというのは、ベルトコンベアに最初 の材料を載せてからデータが返ってくるまでの時間です。で、製品が作らベルトコンベアに乗って製品の気持ちになって 何分で自分が作られるかっていう話ですね。それは職人はやると1時間ですね。でパイプライン方式にすると一般に 0.3 伸びます。これは20分でできる作業30分になっているので1時間半かかっているわけです。ところがですね、スループットっていうのは単位時間あたり何個の製品ができるか、これはサイクルあたり何個が計算ができるかですけども、これはもう職人さんの場合は1時間に1個しかできないわけですけども、ベルトコンベア式の場合は30分に1個とにかく物が出てくるわけですから、これは1時間に2つ製品ができるわけです。だから2倍高速化できましたねっていうのがこのパイプラインの、高速化の枠組みです。でこういうことをやると、あ、全部パイプラインでいいかと思うとそうでもなくてですね、やっぱりみんな忙しくしていればもちろん製品は問題なくできるわけですけども、暇な人ができるわけですね。それをパイプラインハザードと言います。で、大きく分けてデータハザードと、これは分岐ハザードが間違ってますね。データハザードと分岐ハザードっていうのがありますけども、後で直してアップロードしていきます。データハザードっていうのは、例えば X たす Y を X に代入して、その計算を使って X かける Z での計算したいとか思ったときに、X たす Y が終わるまで次の計算に移れないので、実質的に 一度に1人しか働けないんですね。そうするとめちゃめちゃ遅くなりますね。2時間で終わる作業、これ何ぐらい、3時間ぐらいかかってるんですか。で、データハザードっていうのは if 文が入ってるやつですね。 if 文が入ってると、その if 文の真偽が分かるまでは計算に入れないので、その間暇になりますね。これを分岐ハザードと言います。で、次、セキュア命令とシムドの話をします。で、セキュアっていうのは何かっていうと A×B+C みたいなやつですね。あと積差っていうのがあって A×B-C というやつですね。これは行列演算でものすごくよく出てきてくるので、最近 のスパコン向けの石というか、普通の石はですね、これが1命令でできるようになっています。なので1回の命令で2回 の不動小数点演算が含まれてますよね。かけると足すとか、かけると引くとか。で、シムドっていうのは何かっていうと、同じ形の独立な計算を同時に行うことです。例えば和のシムドっていうのは A1 たす B1 っていうのと A2 たす B2 って全く独立なやつを一気にやっちゃう。で、積のシムドなんていうのもあります。で、積和のシムドっていうのも当然あって A1×B1 たす C1 と A2×B1 たす C2 っていうのを独立に1回の命令でできてしまいます。で、積和っていうのは不動小数点演算が2つあって、で、それがシムド化されることで4つになって、で、K は、さらにパイプライン、さっきのベルトコンベアですね、これは2本ありますので合計で1サイクルに8個の命令、不動小数点演算ができます。で、さらに 2GHz で動いているので、それをかけると 16GFLOPS、 これが K のコアの単体のピーク性能になります。これがさらに8倍されて 128GFLOPS、 8コアですから K は。これが当時単体の CPU としては最高の性能を誇っていた石ということになります。逆に言えば、これら全部できてなければ、こういう独立な演算がたくさんなければ全然ピクセルの出ないわけですね。で、そのイメージが、失礼でしょ、こんな感じです。CPU の中には、コアの中には2つベルトコンベアがあります。で、そのベルトコンベアには一度に1つしか、荷物が置けません。それは A+B であろうが A-B であろうが A+B のなんだシムドであろうが同じです。で、その幅を全部埋め尽くすのが積和のシムドですね。で、
赤外線が全部こうずっと埋め尽くされていれば、これはピーク性能が出ているということになります。というわけでピーク性能比って何かっていうと、このベルトコンベアのうちどれだけあのデータがカバーしているかの、カバー率がもうそのままピーク性能比になります。でピーク性能を出すためには、なるべく大きさ4の荷物、赤輪のシムドメールですね、赤さでもいいんですけど、それを切れ目なく流すということになっています。ちなみに K はこの長さが6ですね、大体の 0.4 が6なので、あの6段のパイプラインを作っています。このパイプライン構造はアーキテクチャによって全然違います。というわけで、あの計算機の仕組みのまとめです。で期待する性能が出ないときは、まあ、どこか問題とか調べるのにやっぱり計算機の知識が必要ですね。特にメモリアクセス、ヌーマとか知らないとだってどうしようもないわけですから、ファーストタッチとかね。で、あの独立なあの赤輪のパイプラインを持つ CPU、 これもう最近インテルも実装したので、ほぼ全ての HPC とか計算、数値計算で出てくるやつは赤輪を持ってます。で、の CPU で性能を出すためには独立な赤輪演算が死ぬほど必要です。独立な赤輪演算が必要です。で、シムドを持つ CPU って、これも全部 CPU でシムドを持ってますけど、一般の CPU はね。で、独立なシムド演算がたくさん必要になって、 K で性能を出すということは、メモリがちゃんと届く、キャッシュをちゃんと有効に使うという条件のもとで、独立な赤輪のシムド命令をいかにたくさん発行できるかが K の、ピーク性能を突き詰めるという話になります。で、こういった話をするとプロファイラーとかで頑張る人もいるんですけども、あのアセンブリ読んじゃった方が早い時が多いです。シムド命令が出てるか出てないかっていうのは、だって実行する前に分かるわけですよ。あのコンパイルするときにマイナスラジエスオプションつけてコンパイルして出してみると、シムド命令出てないっていうのは実行前に分かるわけですね。そしたら、あのあシムドできてないなって思うじゃないですか。それをアセンブリ読むの怖いからとか言って読まなかったら、一旦実行してプロファイター取ってシムド実行化率がどうのとか見なきゃいけないでしょ。それよりはもうとりあえず見ちゃった方が早いと思いますね、僕は。はい、というわけで、あの計算機の仕組みのまとめでした。これで30分かな。ちょっと休憩します。あのなんですけど、研究成果のアウトリーチについてちょっとお話しします。あの最近僕、あの K でですね、あの4096ノードの計算 を10本ぐらい投げたのかな。で投げて10億粒子規模の計算でなんか泡を出すという研究をしました。で論文になりました。どんなことをやったかというとですね、わっと減圧して泡が出るわけですね。で大きい泡はより大きく、小さい泡はより小さくなるというオストワルド成長というのが起きます。でこいつらは相互作用してないんですね。相互作用してないというか触ってないわけですね。圧力を介して相互作用して、あの大きいやつがどんどん大きく、小さいやつがどんどん小さくなっていく。でこれが、ちゃんと理論と一致しますかっていうのを研究した話をやりました。で、まあ、こういった話はですね、例えばあの、冷却システムだとか、あとタービンとかですね、あとよく問題になるのが潜水艦ですね。潜水艦であのあのスクリューが回るとそこで減圧されて泡が出るんだそうです。で泡が出ると泡ができて消えるときに大きな音が出て、それであの潜水艦って音立てちゃいけないじゃないですか、すぐ見つかっちゃうので、それでだいぶあのアメリカの中で研究されてたようです。でこの論文は僕が言うのもなんですけど、ものすごい硬い話で、あの昔の理論とどんだけ一致したか、指数がどうかっていうすごい地味な話だったんですけど、これをあの JKM フィズに出したんですけど、あのその出版元である AIP アメリカ物理学協会ですかね、プレスリリースしたいって言ってきたんで、いいよって言ったら、その向こうのエディターからちょっとこのままじゃあの一般向けじゃないからタイトル盛るよっていうメールが来て、シャンパンの泡が世界のエネルギー危機を救う、いやまあいいんじゃないでしょうかと思って、まあ、出たわけですけど、そしたらそれ結構向こうで反響があってですね、スミソニアンの博物館のニュースサイトでからメールが来て、あのちょっと取材がしたいって言うんで、そこはなんだっけ、シャンパンの泡がエネルギーの未来を開く、あとディスカバリーチャンネルってご存知ですかね、あのそこからもなんかあれが来ましてね、泡がエネルギー問題を解決する、他にもなんかシャンパンが世界を救う科学者が語る、この科学者って俺のことかなとか論文にはシャンパンの社の字もないですからね。でそれがダーッて広まってった結果、これあのシャンパン あの通販サイトです。もう科学のブログですらない、そこにその取り上げられて We knew it alone that champagne is always the answer、 いつだってシャンパンが答えだったのは分かってたことさ、そうですかとしか言いようがないですね。他になんかこのルースターっていうのはもうこれ上にあるタイトルも口では言えないですけど、見ると分かるんですけど、これ単なるゴシップサイトですね。
そこで研究者たちはこの研究のために理研のスパコンを使って4000本ものシャンパンを開けたそうだ。伝言ゲームで4000ノードを使った計算が4000本のシャンパンを開けたそうだ。次にやるときは俺らも呼んでくれよって、なんかそんな感じになってて、そのいや、そのなんていうのかな、やっぱその我々研究成果を一般の人にこう出さなきゃいけないっていう、最近そういう圧力が強くてですね、そういう意味でその AIP のエディターさんのタイトル勝ち、シャンパンっていう名前を出したのがすごい、その12月だったんですよ。で、向こうってニューイヤーのパーティーでシャンパン開けるんですよね。だからちょうどタイムリーで、それでシャンパンこれから皆さん開けるでしょ、その時にはそのこういう研究があったことを思い出してくださいみたいな流れで、それでわーっと広まったらしいですね。で、いやそれはいいんですけど、その研究のアウトリーチってなんだろうって僕思いますよね。はい、プロファイラーの使い方、プロファイラーなんですけども、プログラムにはホットスポットというものがあります。で、まあ、大体のプログラムにおいては、すごく重いところがあって、それが全体の8割9割の計算時間を使っています。で、それをホットスポットと言います。まあ、ニッパチの法則なんてよく言いますよね。世の中の富は8割の人はの富は2割の人が掴んでるとか、そういう例のあれです。で、チューニングの方針ですけども、このホットスポットをまず探しに行きます。で、どのくらい高速化できるかを見積もります。そのためには原因が分からなきゃいけないですね。で、一番大事なことは、ホットスポットでないルーチンを触ってはいけません。高速化っていうのはやっぱり基本的にはやっちゃいかんのですね。やればやるほど可視化、見た目がよく分からなくなりますので、また奇襲ゾーン してきますから。だからどんなに遅くても、それが計算時間に対して寄与していなければ、分かりやすいプログラムを書いておいた方がいいです。可読性の方を重視しておいてください。で、プロファイラーなんですけども、プロファイラーっていうのは読んで字のごとく、プログラムの実行プロファイルを調べるツールです。で、サンプリング方式とイベントカウント方式っていうのがあって、サンプリングっていうのはどのルーチンがどんだけ計算時間を使っているか調べるプログラムですね。ホットスポットを探すのに利用します。で、イベント取得っていうのは、どんな命令が発行されて CPU がどういう原因で待ってるかっていうのを教えてくれる、そういうものです。で、大体の今の CPU ってイベント、例えばキャッシュミスしましたとか、計算しようと思ったんだけど前の計算が終わらないとダメだったから待ってますとか、そういうのをちゃんとハードウェアでカウントしてくれてます。で、それを読み出すことで高速化の指針を探るのに利用します。で、これは大体範囲単位で指定しますね。だから僕はまずやることは、サンプラーでどの関数が重いのかを調べて、その関数で何が原因で遅いのかを調べるというのが手順になります。で、サンプラーというのはこんな感じですね。一定時間にポーリングします。今どこ触ってんだ、どこ触ってんだっていうのをポーリングして、で、ポーリングした時にそこ触ってたら、そのポーリングの間中その関数を実行していると仮定します。で、まだデフォルトで1ミリオンに1度とかそんなもんですかね。で、よく使われるのは Gproof ですね。だいたい Linux とかにはほとんど入ってます。ただ Mac では使えないようです。で、プログラムを -pg をつけてコンパイルして、で、実行します。実行すると gmon.out っていうのが出てきますので、その状態で Gproof ってやって、プログラムの名前とその gmon.out を、読み込んでやると、なんかどこがどんだけ使ったかとか出てきますね。で、これちょっと文字小さいですけど、 100% たまに100超えます。100% がそのマットマットっていう関数、これ行列行列積を手で書いたやつですね。行列行列積と行列ベクトル積とベクトルベクトル積を読んでみたプログラムで、ほとんどが行列行列積ですよって。で、サンプリングしてるので 100% 超えることがあります。で、サンプリングレートがここに書いてありますね。さっき1ミリ秒と言いましたけど、これは 0.01 秒なので10ミリ秒でサンプリングしてる。触った瞬間使ってたやつが10ミリ秒そこを使っていると仮定する。そういう誤差があるので 100% を超えたりします。はい、で、もう一つ PARF というのがあります。PARF というのは Linux のパフォーマンス解析ツールで、これもすごく便利ですね。プログラムの再コンパイル必要です。不要です。Linux の代わりの機能を使ってますので、使い方ですが、 PARF、レコード、実行プログラムで、その後で、PARF、レポートってやると、これ手持ちの MD コードを壊してみた結果ですけども、85.9% が力の計算使ってますよって、さっきのニッパチの法則ですね。で、5% がペアリストを作ってるなっていうことが分かります。これがサンプラーです。で、まあ、結果の解釈ですけども、
一部のルーチンが 80% 以上の計算時間を占めていたら、そのルーチンがホットスポットなので、まあ、高速化を試みてください。で、たくさんのルーチンがその計算時間をほぼ均等に使ってたら、諦めてください。諦めた方がいいと思います。その、やっぱ高速化って、やっぱ泥沼化するんですね、なんか。で、やりだしちゃうと、その、早くなるまで抜け出したくないじゃないですか。だって、早くしようとして何もできなかったら戻ってきてその時間全く無駄になるじゃないですか。だからなんか泥沼化しやすいんですけど、だったらもう早いとこ投げちゃった方が多分早いんでね。最適化というのは常に費用対効果を考えてください。で、先週も申し上げましたけれども、最終的な目標は論文をパブリッシュするまでの時間、それを最小化することであって、プログラムそのものを高速化することではありません。一部の人を除いてね。次、イベント取得型の使い方ですけども、ハードウェアカウンターというのがあって、CPU がいろんなイベントをカウントしてくれます。で、いろんなイベント、例えばその実行命令、1秒間に何回命令を発行したかとか、あと、不動小数点演算数、これフロップスですね、とか、サイクルあたりの実行命令、インストラクションパワーサイクルですね。で、こういうのがやっぱり高いのがいいプログラムだって言われがちなんで、そのあたり見たくなりますけども、実際に大事なのはキャッシュミスであるとか、バリア同期待ちであるとか、演算待ちですね。こっちが重要です。で、プロファイラーの使い方ですけども、もう本当システム依存なので、この手引きを見てください。ただ、一度に取れるカウンターが限られている時があるので、そういう場合には同じプログラムを何度も実行する必要があります。で、例えば K なんかでも何回も実行しなきゃいけない時があって、それはあるカウンターがあるときはキャッシュ待ちを取りに行くとか、あるときはバリア同期待ちを取りに行くとかっていうのが、同じカウンターに役割が割り当てられてしまっていたら、今回はこのカウンターをこっちに使って、今回違いはこっちを使うということなので、何回も同じプログラムを実行しなきゃいけなくなるということです。で、使い方ですけども、さっきの PUF 使います。 PUF の STAT っていうのを使うんですね。で、そのまま実行する と、でごちゃごちゃ出てきますね。例えばその一番上の赤い四角は 3.999CPUs utilized。 これは4コアのマシンでやったので、このプログラムは4コアほとんど使いましたよということを言ってくれますね。あとインストラクションパイサークルというのも出てますね。1回のサイクルで何命令同時発行できたかというのが書いてあります。あとここでちょっと重要なのは分岐予測ミスですね。最近の石はほとんど分岐があったときに、その分岐を予測して実行してしまいます。で、分岐の予測が外れていたら、その計算をやり直すということをやっています。それがどんぐらい成功したかとか、どんぐらいミスったかというのがここに書いてあるんですね。で、10% ぐらい分岐予測ミスってるなというのがこれで分かりますね。あとキャッシュミスとかいろんなものが取れます。で、結果の解釈ですけれども、よくあるのがですね、バリア同期待ちですね。バリア同期待ちって何かというと、OpenMP のスレッド並列をしているときに、ロードインバランスがあるときにこれが発生します。で、例えば8スレッドでやったときに、1個のスレッド、ほとんどのスレッドが例えば10マイクロ秒で返ってきたんだけど、1つのスレッドだけ100マイクロ秒かかっちゃった。そしたら残りのスレッドは90マイクロ秒待たなきゃいけないので、全然速度が出ないわけですね。で、自動並列化を使ったりするとよく出ます。なので対処は自分でちゃんと OpenMP を使って並列化するとか、ちゃんと考えてロードバランサーをつけて書くって、それができれば苦労しないんですけど。で、もう一つキャッシュ待ちですね。キャッシュ待ちはキャッシュをうまく使えてないということなので、メモリ配置の最適化をします。ですがこれも本質的に演算が軽い場合ですね。本当に持ってきてキャッシュがあんまり使えないような計算では対処が難しくなります。で、演算待ちっていうのはですね、さっきも言った通り、データ、ハザードってやつですね。 A が B 足し C を足したものを A ってしなさい。で、それに何かかけたものが欲しいですって言ったときに、この演算は前の演算が終わらないと実行できないので、そうやって前の実行を待ってますよっていうカウンターが回ります。で、演算待ちっていうのが出てきます。で、対処ってアルゴリズムを見直すしかないんですけど、それができれば苦労はせんですね。で、シムド化率が低いっていうのはもう諦めてください。諦めた方が僕はいいと思いますね。で、どうしても対処したかったら依存関係を減らしてソフトウェアパイプラインを促進したりとかしますね。いいや。で、遅いところと原因が分かったらチューニングをします。
チューニングはさっきも言った通り、一番最初に手を出すべきはメモリアクセスの最適化です。メモリアクセスの最適化のコツですけれども、計算量を増やしてでもメモリアクセスを減らすというのが、基本的な方針になります。最近の CPU では、ほとんどにおいて、計算資源の方がコストが安いです。メモリアクセスの方がコストが高い。だから無駄に計算してでも、データアクセスを減らした方が一般的に速度が速くなります。で、いくつか例を挙げます。分子動力学法、短距離分子動力学法で先週もお伝えした通り、隣接粒子を探すのに、セル法というのを使います。セル情報っていうのは世の中を空間に分けてブロックに分けてあなたは、1番地にいますとか2番地にいますっていう登録住所の登録をします。で0番地にいるやつに対して住所の逆引きをします。0番地にいるやつと相互作用する可能性があるのは1番地と2番地と3番地に限られているのでその住所にいるやつっていうのを住所録をたどってやると何もなしで、相互作用しているかどうかを全部調べるとオーダー N 事情ですけども住所録を引くことでオーダー N に落っこちます。でこの時に何にも考えずにナイーブにやると、多次元配列を使いたくなりますね。1つのセルに最大10個入ると思いねえで、4つセルがあるから4ですね。そうすると 4×10 の配列を作ってそれぞれに例えば I1 目のセルに入っている J1 目の粒子番号を返すような、行列多次元配列を作ろうとするとこれ配列の中はほとんど空になりますね。当然のことながらそうすると広い空間をランダムにアクセスすることになってものすごくメモリが無駄になります。キャッシュミスが連発します。これをパックすることで速くします。どうするかというとですね粒子数と同じサイズの配列をまず用意します。N個だったら N 個、ここだと14個ですか。で、2パスでやります。まず、どのセルに何個粒子が入る予定かわーっと調べます。これオーダー N でできますね。で、それでセルの先頭に、その粒子が入る予定のところにポインターを置いちゃいます。例えば、0番には3個粒子が入ると分かっているので、1番の粒子は4番目から詰めればよろしい。で2番目は1番のセルには4つ粒子が入るので2番目のセルには8番目から詰めればよろしいというのが分かるのでこうやってポインターを置けるわけですね。でもう1回0番から舐めていきます。0番の粒子は今どこにいるかというとセル番号3にいますね。なので320と書きますね。でポインター1個ずらします。で次は1番は0番にいますか。1番にいますね。なので0番のポインターにいるところにやって1個ずらします。でうじゃうじゃうじゃって書いていくとこんな風にセルが完成します。これは何やったかっていうと所属セルが、主キー粒子番号がサブキーとなった相当やったということです。これによってメモリを密に使っているのでキャッシュ効率が非常に効率するしメモリ効率が良くなります。ただし2パス必要になりますね。さっきのやつだと1パスでできたわけですね。だけど今回は2パスでいく。計算を無駄にしているけれどもメモリ効率が良くなるので後々非常に高速化されます。次、力の計算2体力だったら力の計算というのはペアごとに行えますね。で相互作用範囲内にあるペアを、配列に格納したくなりますね。例えば1番と9番0番と2番0番と1番がアクセスしますとか言ったらなんか そういう2つの行列配列を使いたくなるじゃないですか。でそうするとちょっとこれも表示がおかしくなってこのまま計算しようとすると2個の粒子の座標を取得するのに48バイト必要になりますね。で計算した運動量の書き戻しにやっぱり48バイト必要になりますね。なぜかというと1つが8バイトで3次元だから24で I 粒子と J 粒子がいるので48バイトです。で力の演算が50演算ぐらいしかなかったとするとこれピーク性能を出すためにはバイトパワーフロップスが 2.0 ぐらい要求します。だって、48書いて48書き戻しているのに50ぐらいしか演算してないのでそれが間に合うためには、BF が 2.0 ぐらい必要になります。でこれだと非常に厳しいのでメモリーのバンド幅リミットになるのでこういうことをします。よいしょ、相互作用相手で相当します。で I 粒子 J 粒子と呼んでますけれどもI 粒子と相互作用するやつらだけをまとめます。
わーっとまとめます。で0番と相互作用するのは125ですと、1番と相互作用するのは249ですと、まとめてさっきと同じ要領で一次元配列に入れてしまいます。何が起きるかというとですね、 I 粒子の情報がレジスタに乗るんです。でそっちはもう固定だからメモリから読み込まなくてよくて、あとはそいつと相互作用する情報だけ持ってきて書き戻せばいいから、メモリアクセスが半分になって、それでまあもうちょっとなんとかなるかなっていう感じになります。次、さっき世の中を空間に分けてずっと計算するって言いましたが、ずっと長いこと計算していると粒子があっち行ったりこっち行ったりしますので、空間的には近い粒子の粒子番号が論理的にメモリ的には遠いということが起きます。でそうするとこれもまたキャッシュラインの話は今回しませんけれども、キャッシュ効率が非常に悪くなります。なので相当します。また同じように0番に入ってるやつだけを012って番号を振り直すわけですね。これもやっぱり2パスでできるのでやって相当ができます。でこれによってどんぐらい速くなるかっていうのが、こんぐらい速くなります。白い丸が相当した結果、黒い丸が相当していない結果ですね。で、上に行けば行くほど速いと思ってください。計算速度です。で、粒子数を増やしていくと、あるところまでは相当ありと相当なりほとんど同じなんだけれども、あるところからガクッと下がります。で、これは L2 キャッシュから溢れたんですね。L2 キャッシュに入っているうちは、キャッシュに入っているうちはだって相当したって相当しなくたって同じです。ですけども、キャッシュから溢れた瞬間に速度がガクッと落ちて、で今 L3、ほとんどの石は L3 までだと思いますけど、L3 キャッシュから外れてしまうと、もう悲惨なことになります。ガクッとどんどん落ちて、あとは落ちる一方ですね。なので、これだけで相当、例えば1万ステップに1回とか入れるだけで、3倍以上の速度性能が出るということですね。なので、これはまあやる価値があるかなという気がします。そんなわけでメモリアクセスの最適化のまとめです。計算量を犠牲にメモリアクセスを減らすことです。で、使うデータをなるべくキャッシュ、レジスタに載せます。で、粒子系に関して言えば相当が有効であることが多いですね。これ粒子系の特徴です。光子系って相互作用する相手がミラー英語、光子を切り直さなければ同じなので、そういうのをキャッシュとか使いやすいんですけども、粒子系ってやっぱりいろいろ変わっていっちゃうので、たまに相当してやった方がいいということです。で、ここで使った相当はパーシャル相当といって、完全相当ではありません。大体揃ってるって、大体揃ってればいいので、パーシャル相当はオーダー N でできるんです。ちゃんとした相当は N ログ N にするんですけど、まあ、大体揃ってるんで。で、メモリアのアクセス最適化の効果ですけども、これ一般に大きいです。ヘボイプログラムとか組むと100倍以上遅くなることがあるので、逆に言えばそこを何とかすれば100倍以上速くなります。で、もう一つ大事なことは、アーキテクチャにほとんど依存しません。なので、ゼオンでやった計算、高速化が K とか IBM とかでも効果的なので、これぐらいはチューニングするなするなって言いましたけども、メモリアクセス最適化はしてもいいかっていうか、最初からメモリアクセス最適化を睨んで、プログラムを組めるようになるといいですね。で、必要なデータがほぼキャッシュに乗って、CPU の演算待ちがまあほとんどになってから CPU チューニングに手をつけてください。ちょっと急ぎすぎた。CPU チューニングなんですけど、実際にやれることはほとんどないです。だけどここでは重要な1個だけチューニングの技法を紹介いたします。非常によくあるのがですね、 PC で開発したコードがスパコンに持っていくと遅い。でスパコン、ほとんど今皆さんの手元にある PC はインテルのゼオンだと思いますけども、で国内のスパコンサイトって割と例えば IBM のパワーであるとか K、 これはスパークですね。あとは何があるかな、他には最近はもうほとんどないか。まあ、そういったとにかくインテル系じゃない石が載ってることが多いです。そうすると割と条件分岐が原因であることが多いですね。条件分岐ってインテル系の石すごい強いんですね。で、ディスク系の石がすごい苦手なんで、これが原因であることが多いです。で、まあ、どういうことが起きてるかっていうと、さっきのパイプラインなんですけど、単に流すだけじゃなくて、たまに条件分岐を入れたくなるときがあります。わーってデータが流れてきて、ただし不良品があるときだけその不良品を弾きたい、ここに if 文が入るわけですね。そ
そうするとそのチェックをするときにそのチェックに時間がかかってチェックが終わるまで次の工程に進めないということが発生します。あの if 分岐ハザード、分岐ハザードというやつですね。でチェックが済んだやつだけ最終仕上げをしましょう。で仕上げをした結果計算結果が出てきますという感じになっています。でこれをどうすればいいかというと、もうここに、チェックがかかってチェックが返ってくるまで時間待ってるのが無駄なんだから、チェックはするけれども、良品かどうか考えずにそのまま仕上げちゃう。で仕上げちゃうんだけども、で全部仕上げ終わったあたりにはチェックの結果が出てるわけですね。そしたらそこで最後に弾けばいいじゃないかっていうのが、これが if 文削除、まあ、マスク処理と言われるやつですね。で、具体的にどうするかっていうと、例えばそのさっき言ったあの短距離総合作用の粒子系は、力の計算をするときに粒子の距離をまず計算して、ある程度以上の距離だったら相互作用してないわけなので、あの次のペアに行ってくださいっていうコンティニュー文を入れるわけですね。 C だったらネクストじゃなくて、なんだっけ、 C がコンティニューでトータルがネクストでしたっけ、もう忘れましたけど、でこれがあのインテル系の人だとそんなに問題にならないんですけども、あのスパークとか IBM とかのリスク系の人だと遅くなります。でどうするかっていうと、そもそも次のループが回るか回らないか分かんないっていうのが問題なので、粒子の力を計算、粒子間の距離を計算して粒子の力をまず計算しちゃいます。で計算が終わった後に、その頃にはもう距離が計算が終わってるので、それを見て距離がある程度以上遠ければ力をゼロに上書きしてしまいます。だからゼロの力積を足し込むという無駄な計算をやります。でこれ無駄なんですけども、あのコンパイラーから見ると全てのループが必ず回るということが保証されているので、いろんな意味で最適化が効きやすいです。で、あの余分な計算量が増えるけれどもパイプラインがスムーズに流れるために速くなる。これがあの if 分岐削除と言われるテクニック、マスク処理というやつですね。もちろん遅くなることもあります。これはあの昔の石なんであれなんですけど、インテルのゼロンと IBM のパワー6で試した例です。2万粒子の N 次乗計算で、if 分岐削除をありとなしでやった場合で、左側が、インテルのゼロンで、青いのが、条件分岐あり、で右が、赤いのが、条件分岐なしのやつですね。で、あの普通にナイーブにコンティニュー文を入れちゃうと、インテルのゼロンはだいたい 2.8 秒で計算できるんだけど、 IBM のパワーは 3.8 秒もかかるということで、すごい遅いわけですね。ところが if 分岐削除をやって力をゼロクリアするとインテルは遅くなります。もともと if 分岐が早いので無駄な計算時間が増える分だけ遅くなりますが、 IBM はガクッと速くなりますね。何倍ぐらい速くなりました？2倍以上速くなった。なのでこれはやっぱりやった方がいい最適化になりますね。こういったマスク処理による条件分岐っていうのは、単なるあのプログラムのパイプラインハザードだけじゃなくて SIM とかなんかでも有効なので、まあ、覚えておくといいかなと。SIM とかの話、コンパイラーが出力するあの命令のうち、あの SIM とかの SIM と命令の割合を、まあ、増やすというのが SIM とかです。で、あの一度に一つの演算しかしないのがスカラ命令ですね。で、SIM と命令っていうのはあの最近ではベクトル命令なんて呼ばれてますね。複数の命令対象に対して動詞の演算を一度に行うことです。で、実際にどうやるかっていうとですね、あのコンパイラーがあの SIM と命令を出しやすいようにループを変形します。で、SIM の命令を出しやすいループっていうのは演算、特にはそのループの回転方向に依存関係が少ないループです。例えばあの do ループが回っているときに i 番目のときの計算が i-1 番目の結果に依存してますなんていうときには SIM とかが効かないことですね。で、まあ、なんとかプログラムの、まあ、ちょっと無駄に計算してでもループをこう依存関係をなくしてあの SIM の命令を出せるようにするわけですけども、どうしてもコンパイラーが人間の目から見て出せる SIM の命令を出してくれなかったら、まあ、そういうことがあるわけですけども、それは手作業による SIM とかというのをハンド SIM ダイゼーションというんですね。これはもうほとんどアセンブラで書くようなもんなんで最後の手ですね。ただ最後の手を結構やる人がいてですね、すごいのがいるんですよね。何の話でしたっけ。我々が、まあ、そんなすごいことはやってないですよ。我々がまずやったことはですね、作用反作用を使わないという最適化ですね。あの普通力の計算するときには作用反作用があるので、
ペアごとに1回しか力を計算しなくていいはずですね。でそうすると2つ持ってきて力を計算して、で片方の計算の結果の力積を書き戻すということをやります。やりますが、それは詳細は省きますけれども、関節参照による書き戻しというのがあります。つまり A 番目の粒子と相互作用している J 番目の粒子というのがいて、J 番目の粒子の力を計算したので、J 番目の粒子の X の座標の、運動量を書き戻すというためには、まず J 番目がどこにあるかというのを調べて、その J 番目の粒子の、運動量というのがどこにあるかメモリを解決して、それで初めてできるんです。こういうのを関節参照と言います。で、この関節参照の読み込みは早いんですけども、書き戻しが K とか FX すごい遅いんですね。なので、そこがボトルネックであるというのが分かります。どうしたかっていうと、作用反作用を使わずに2倍計算してしまいます。要するに I 番目で力を計算するんだけども、それを J 番目に書き戻さない。で、J 番目は J 番目で独立に計算してしまって、お互いに計算を2倍やる。2倍やると何が起きるかっていうと、計算量が当然2倍になるわけですけども、力の計算が3倍になりました。なので、トータルで性能が 1.5 倍になるし、フロップス値がすごく増えて、見かけ上はすごい増えるので、そういうのを気にする人はなんか嬉しいかもしれない。だから、本当にチューニングとかやってるとフロップス値とか全然意味ないなって思いますけど、何パーセント出しましたって、そのインチキすればいくらでも出るんですよ。だから一番大事なのはやっぱりタイムトゥーソリューションというやつで、自分が一番やりたい計算を実行するのにどれだけトータルでどれだけの時間がかかったかっていうのがタイムトゥーソリューションで、それはやっぱり問題の実力に依存するので、同じエンジニアであっても気体をやるのか液体をやるのか、その流れをやるのかって全然違う。さらにですね、ループ最後の ループをですね、力の計算のループをまず2倍展開します。2倍展開すると独立な計算が2つ出てくるんですね。独立な計算が2つ出てくるので、さっきシムド化って独立な計算をやるって言ったじゃないですか。それをカポッと独立な計算を当てはめてシムド化します。こういうのはトリビアルシムダイゼーション、バカシムドって僕呼んでますけども、でバカシムド化は一般にすごく遅くなります。なんでかっていうと、そのメモリ的にバラバラにあるやつをカポってなんかはめてこなきゃいけないので、そのアドレス計算がすごい時間かかるんですが、だから IBM のパワーなんかではすごく遅いんですけど、 K はその、バラバラにあるデータをこううまくカチッとロードするっていう命令があるみたいで、これがあんまり大きなペナルティーになりませんでした。でさらに、それを2倍にアンロールします。だから4倍にアンロールするんですね。でそうすると何が起きるかっていうと、独立な計算がワシャワシャっとあるので、それをうまく組み替えると、さっき言ったその条件、これだけ距離が遠かったらゼロクリアするって言ったわけですけども、それが計算が間に合わなければダメですよね。これが距離が遠かったっていうのをやって、遠いですかっていうのを計算して、で力の計算やっちゃって、その後で遠かったらゼロクリアするわけですけども、そこが間に合わなければ、そこで演算待ちが生じてしまうので、これを遠ざけなきゃいけないんですね。遠ざけるために4倍展開しました。でレイテンシーの隠蔽ってやつですね。なので結局4倍にアンロールしました。でこれもですね、あんまりアンロールするとレジスタが足りなくなります。ですが K は256個もあるんで問題ないですね。普通はそんなないですね。 IBM の石が確か32とかそんなもんですね。普通の電話もそんななかったと思う。10何個とかそんな30個とかそんなもんでも K はすごくレジスタがあるので、こういった力技の最適化ができます。で他にもいろいろ邪悪なことをやるわけですね。局所一次元配列に座標データをコピーって何のことか分かんないと思いますけど、これグローバル変数じゃないとうまくコンパイラが最適化できないっていうのがあって、しょうがないからグローバル変数で座標データを用意しておいて、そこにメムコピーでコピーする。でコピーしたやつに対してループを回すと、これが速くなるっていうのがあってですね、メモリコピーのペナルティよりもそうやったことによるソフトウェアパイプラインの方が早かったということでやりましたね。だからもうプログラムすごいなんか邪悪な感じになってます。もう一つ重要なことがあってですね、割り算、さっきからその掛け算とか足し算とか引き算しか言ってなかったと思うんですけど、割り算がやっぱり問題になります。で割り算ってやっぱり1回ではできないんですね。すごく大変な計算なんで、何回かループ回さなきゃいけなかったりします。でしかもですね、K には割り算のシムド命令はありません。
なので割り算をシムド化するためにはどうするかっていうと、まず逆数禁止命令というのをやります。でこれであの低精度、これ256ビットしかないのでものすごく精度が低いです。でそれに精度補正コードというのを書いて、まあ、ニュートン法みたいなので精度補正してちゃんとした割り算をやります。それをコンパイラーはもちろん勝手にやってくれます。やってくれるときは、やってくれなかったら手で書くしかないので手で書きましたね。ちゃんといいコードが書けてるか分かんない。だからこれでもすごい無駄にフロップ数が増えてるの分かりますか。だって割り算って 何個で計算するか知らないですけども、逆数禁止してしかも精度補正とかごちゃごちゃつけてるからすごいフロップ数が増えてお得ですよね。で、まあ、これもごちゃごちゃやって力の計算速度ボトルネックが2倍ぐらい速くなりました。全体でも 30% の速度向上があって命令出し命令出しですね。ここまでやる必要があるんかいっていうのは趣味です。これはやらないでください。あのやりたくない人はこれはそのやらない方がいいと思いますね。あの今僕のまだ ND だから力の計算がホットスポットなのでそこしかやらなくて済むので、そこが今フォースカリキュレーター .cc っていうのがあるんですけど、ここに IBM 用とインテル用とあのなんだ経営用っていうなんか他にもいくつか試す用っていうのがたくさんあって、いろんな力の計算用のコードがごちゃ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 書いてあるんですね。でやっぱりなんか、うん、何か問題があってデータ構造を変えようとするとそれ全部変えなきゃいけないので、でバグの温床にもなるしあんまり良くないと思います、ね、で超えた人外窓って僕は呼んでますけども、その人外ってあの人にあらずってもう人とは思えないプログラマーがいるわけですよ。でそういう人って並列化の話を少しします。あと早口になりすぎたんでちょっとそれで話してください。並列化の心構えを少しお話ししたいと思います。でここで僕がお伝えしたいのは並列化という言葉の誤解を招く表現だということです。並列化っていうとなんか並列化されてないプログラムを改造して並列プログラムにするイメージがあるじゃないですか。パラレライゼーション、なんとかライゼーション、コードを改造して並列化するコードっていうのはおそらく100並列ぐらいで頭打ちになります。でそれ以上の大規模計算を志すのであればもう最初から並列コードを並列計算向けにデータのコードから取らなくて書き直さないとダメです。で最終的にはあとそれ最初からそうやって書いたのを実行して経験を積んだらもう一回書き直すということになります。僕は今の K フルノード使える MD コードを書き上げるまでに並列化を志してから3回フルスクラッチで書き直しています。やっぱりそのぐらいの覚悟というか手間はかけないと。専業だからできたんですけども数万行並列化とかやられた時もやっぱり書き直せるかどうか。マイク調整してもらえませんか。あ、聞こえないですか。すいません。すいません。あ、ま、あのマイク近づけて話していただけ、あ、すいません、ちょっと知らなかったですね。並列化の限界です。その既存のコードを並列化して得られる性能っていうのは、まあ、限りがあって100並列ぐらいで、頭打ちになりますので最初から並列化を志すのであれば最初からあのゼロからプログラムを組み直してください。それでもあのゼロから何度も組み直すことになります。でもう一つ何度も言ってますけれども計算科学においてはあの科学論文を書くことが一応のゴールです。計算科学じゃなくて計算科学ですからね。あの科学論文を書くことがゴールだからベンチマークでは論文は書けないんです。なので大規模なベンチマークに成功してもそれだけでは論文少なくとも科学の論文物理の論文は書けないわけです。なのでベンチマークのコードから実用コードを書き直さなきゃいけないわけですけども、それがだいたい僕の経験上同じぐらいかかります。そのベンチマークで数千並列ようやくできるようになりました、まあ、何ヶ月かかかるわけですね。僕は1年ぐらいかかったのかな、半年か。
で、じゃあそれで論文を書きましょうっていうんで観測ルーチンを付け加えたりしていくと、その観測ルーチンと並列化の方法がどうしても相性が悪かったりするわけですね。そうすると結局書き直しとかいうことが結構あって、やっぱり同じぐらい時間がかかります。そういうを意識しておいた方がいいです。で、もう一つ、並列化の難しさは規模に依存します。経験的に並列数が10倍になるたびに、あの本質的に異なる、困難に直面していきます。例えばあの10並列ぐらいだったらコア内並列なのでオープン MP 使いましょう。それ以上だったらまあクラスター使うので MPI 使いましょう。それ以上だとなんか MPI の性質をよく知ってないとダメで、さらに1万並列とかになってくると、そのネットワークトポロジーとその通信の階層がどうのというところも意識しなきゃいけなくて、であとやっぱり1万並列って何が起きるか分かんないんですね。そのよく僕もジョブたくさん並列失敗しましたけども、その1000並列で動いたからよしいけるぞと思って投げてセグメンテーションフォルトとかいう条件が返ってきてすごいへこむわけですね。で、まあ、それなのでやっぱりいろんなノウハウ経験が必要だなと僕は思いますね。いくつかあの例を挙げますが、その前にプロセスとスレッドの、 おさらいだけします。プロセスっていうのはですね、世の中の並列単位はですね、プロセスとスレッドというのがあります。さらに CPU コア内で SIMD という、並列単位があるので、プログラマーは最低でもプロセス並列、スレッド並列、SIMD というベクトル命令という3並列を意識しなければならないことになります。で、プロセスっていうのは何かっていうと、これは OS がオペレーティングシステムがリソース管理をする単位です。これを単位にメモリとかファイルアクセスをどうこうとか、ファイルあのそういう IO の権限を与えたりするわけですね。で、比較的重いというのはあのメモリ消費が激しいです。で、各プロセスは個別にメモリを持っています。個別にメモリを持っているということは、別のプロセスは別のメモリ空間を持っているので、別のプロセスと協調したければ通信が必要になるということです。で、各プロセスは必ず最低1本のスレッドを持っています。で、このスレッドって何かっていうと CPU に割り当てられる仕事の単位です。 CPU から見るとスレッドがあの計算してください、計算してくださいと言ってくるわけですね。で、 OS から見た単位がプロセス、 CPU から見た仕事単位がスレッドです。で、これは比較的軽いです。8並列したときに8プロセスと8スレッドの計算では8スレッドの方がメモリ消費が全然小さいですね。で、同じプロセスに所属するスレッドはメモリを共有しています。だから通信は不要ですが、配達制御、誰かが触っているときに同じところ触っちゃったら計算おかしくなりますので、配達制御が必要になります。で、各プロセスに1本だけスレッドをつけて全部あのスレッド並列をやらないで計算するというのがフラット MPI です。で、ハイブリッドっていうのは複数のプロセスがそれぞれ複数本のスレッドを管理して、プロセス並列もやるしスレッド並列もやるというのがハイブリッドで、まあ、死ぬほどめんどくさいです。で、正直そのフラット MPI ができるんだったらハイブリッドやりたくないわけですね。だってめんどくさいから。だってただでさえプロセス並列は絶対やらなきゃいけないんですよ、ノードまたぎをやろうとしたら。で、さらに SIMD という並列化単位があるので、2つの並列単位があるのにさらにスレッド並列やるんだったら3つやらなきゃいけないのですごく大変、やりたくないんですけども、先ほど言った通りですね、メモリ消費が激しくなります。ここに書いたのはですね、ノード数に対してノード数に割り当てた計算の負荷を同じにしたままノード数を増やしていった計算です。で、その時の1ノードあたりのメモリ消費量です。いいですか？同じ計算してるんですよ。ノードを増やしても同じ計算してるんです。 2倍のノードを使ったら2倍の計算量やってるので1ノードあたりの計算量は同じです。で、通信もほとんど同じです。で、にもかかわらず赤いのがフラット MPI のメモリ消費です。で、青いのが、ハイブリッドのメモリ消費ですね。で、まあ、まず1ノードですでに 1GB ぐらいの差があるんですね、フラット MPI とハイブリッドで。で、それがノード数が増えていくと、実はフラット MPI はてか一般にプロセスの N 事情、プロセスの事情でメモリ消費が増えていきます。で、それがだいたい4096ノードぐらいでもう破綻っていうか大きくなっていって、3万2000ノードだと、8GB も使うんですよ。それだけでハイブリッドの場合に対して
3ギガバイトぐらい、余計にメモリを使うんです。で、軽コンピューターで使えるメモリってだって12ギガとかそんぐらいしかないわけですよ。で、これベンチマークですからね。ベンチマークで8ギガも使ってると、もう、プロダクト乱用のテンポラリーバッファーとか置けなくなるわけですね。なので、3万を超えちゃうと、もうフラットNPYできなくなるので、K のフルノードをなんとかしようとしたら、もうハイブリッド一択ということになります。なりますが、4096ノードだと、まだ1ギガバイトちょっとのあれで済むので、僕自身はフラットNPYで論文を書きましたが、先の論文ですね。で、ただもう始まる2000最近フルノード使って物理の計算しましたけども、それはハイブリッドでもうやらざるを得ないのでやりました。これで、400万粒子をノードに乗っけてたので最大で3000億粒子ぐらいですか。今世界記録がどんだか分かんないですけども、世界記録は確か単精度で1兆粒子っていうのがずいぶん前にあって、で最近何億粒子だったか分かんないですけど、まあ世界に有数の粒子数をやりました。それでNPYのリソース枯渇っていうのがですね、もうすごくよく起きます。で、まあ、すごくよくあるパターンが、小さいジョブが成功したのに大きなジョブが失敗するっていうのがもうこのすんごいよくあるんですね。で、この時によく出てくるのが NPY なんちゃらマックスが足りないっていうエラーメッセージです。 NPY なんとかヘッダーとか NPY なんとかリソースとかなんかいろいろ出てきますね。なんとかマックスが足りないというエラーメッセージが出てきます。で、その環境変数が足りないよって言ってきてるので、まあ、環境変数を何とかすれば解決できる時もあるんですが、それは対症療法に過ぎなくて、より大きな計算をするとやっぱりこけます。で、その時に知ってなきゃいけないのはですね、通信方法に2種類あるということです。で、ランデブー通信とイーガー通信というのがあってですね、ランデブー通信というのは相手の準備を整うのは待ってから通信する、TCPIP みたいにアクを取るんですね。送っていいですかって言ってまず言います。そうすると受信側が対応する NPI レシーブが、来るまで待って、で、あ、俺は今そのデータがまさに欲しいんだと分かったときにいいよって言います。だからそれまで待たされます。で、いいよって言ってきたのでデータを送ると、その受信側が欲しいバッファに直接データを渡すことができます。これがランデブー通信です。で、もう一つイーガー通信っていうのがあって、この送っていいって聞くのが無駄だよねっていう発想です。なので、とりあえずデータにタグをつけて、郵便のタグをつけて送っちゃいます。で、受信側もとりあえず来たらそれが必要かどうかはさておき、バッファに貯めておきます。貯めておいてプログラムの処理が走っていって、実際にさて受信要求が出ました。受信要求が出たときに自分の倉庫を調べるわけですね。ああ、なんとかさん届いてますよって言ってバッファからコピーすると、これ計算のコストとしてはいいですよね。だってまず受信側の準備を整わなくてもデータを送りつけてしまえるので。ですが、当然のことながら本当に必要なバッファーではないところにデータをコピーしているので必要なメモリ量が増えます。で、当然のことながら何個データが保持できるかっていうのも環境変数で決まっているので、あんまり細かいのをわーっと送りつけると、メモリは大したことなくてもタグが足りなくなって死ぬっていうことがあります。で、これのすごい問題なのはですね、そのこうやってランデブー通信とかイーガー通信とか言うと NPY 知ってる人はノンブロッキングとかブロッキングでしょとか思うかもしれませんが、それとは関係ありません。ブロッキング通信を呼んでいてもランデブーとイーガーどっちが呼ばれるかというのは裏の実装依存です。で、実際にはあの多分 K とかそういうのはメッセージ帳である程度長いのは、ランデブーで短いのはイーガーで送りつけるっていう環境変数で決まってるんだと思うんですけども、これも多分知らないとどうにもならないですよね。だから全然細かい通信をたくさん送りつけてるだけなのに、で、メモリ的には全然問題ないはずなのに大規模並列にしたら死にましたって言った時には、あ、後ろでイーガー通信が行われてるからタグが足んなくなったんだなって分かんなきゃどうしようもないですね。なので、で、さらにさっきノンブロックとブロッキングは関係ないと言いましたが、それでもやっぱりノンブロッキング通信を多用した方が、リソースの枯渇が激しいです。で、ノンブロッキング通信というのもこれは使用上で相手の通信が、アクが返ってこなくても送信側が次のステップに進めるってやつですけども、これもバッファーを多用しますのでリソース枯渇をすることが多いです。そんなわけなので、
こういうことが起きたら、まあ、通信を小分けにしたりとか、こまめにバッファーをクリアするとかしなきゃいけないんですけど、大事なのは、こういう裏で行われている処理があるんだっていうのが分からなかったら、これどうにもならないですね。で、どうにもならないし、その、ちっちゃい計算だとこれあんま問題にならんのですね。で、大きくなって初めていろいろ問題になるということが起きるので、知ってなきゃいけないと思います。次、僕が他に、問題になったことをいくつか紹介しますが、OS ジッタとハイパースルーティングの話をします。僕のコードはですね、ほとんどが力の計算で、通信はほとんどなかったはずなんです。ところが、大規模並列時に性能が劣化してすごい困りました。で、いろいろ調べていくと、力の計算がすごいばらついていて、その力のばらつきがプロセス数を増やすとどんどん大きくなっていくということが分かりました。で、ほとんどユニフォームにタスクを振ってるにもかかわらず、実効的にロードインバランスが起きていて、それで動機を取るときに遅くなるということが分かりました。で、全く同じ計算をしているのに遅いプロセスが毎回違うんですね。なので、僕のプログラムのロードインバランスのせいじゃないということが分かるわけです。で、こういうときにまず疑うのが OS ジッタというやつですね。計算機っていうのは自分のプログラムだけじゃなくて OS がいろいろ動いてなきゃいけないわけです。で、OS もお仕事しないとあの計算機としては仕事できませんので、で、今右に書いてありますけども、各4並列して、4並列が全く同じタスクを割り当てられました。で、4回の同期の間に2回の OS の割り込みが入ると思ってください。その OS の割り込みの入るタイミングが一緒だったら性能はそんな劣化しないんです。ところがバラバラに入るので、その OS のによるインタラクション、これを OS ジッタと言いますが、OS ジッタのせいで性能が劣化します。で、これ計算が軽ければ軽いほど OS ジッタの影響が大きくなるので問題になります。ただ僕の場合はですね、OS ジッタの人はちょっと大きすぎる、影響が大きすぎるなということで、ちょっとこんなことを調べてみました。インテル系の石、まあ、IBM にも SMT という名前がついてますけども、にはハイパースレッディングという技術があります。で、ハイパースレッディングって何かっていうと、厨房の数、コックさんは増やさないで、窓口とかウェイトレスだけ増やすということをやります。そうすると、厨房は暇なんだけども、注文が取れあんまり取れなくて、うまく売り上げが上がらないときに、効果がある最適化です。で、そうですよね。だってウェイトレスさんをもう一人雇うことでもっと厨房がうまく働けば、売り上げが上がるという方法で、これをインテルの石は実装しています。具体的にはどうやってるかというと、例えばインテルの 4コアの石があると思ってください。で、それを論理的に8コアの石に見せます。で、8個窓口を作っちゃうわけですね。で、その8個の窓口に命令を受け付けて、で、その窓口2つに対して1つの物理コア、後ろに厨房があって、それで注文をさばくということをやります。で、これはまあちょっとだけハードを付け加えてやってるんですけども、で、OS の実態由来になったらば、ハイパースレッディングの有無で性能がおそらく変わるであろうと思ってこういうことをやりました。で、ハイパースレッドあり、ハイパースレッドなしに対して、それぞれ物理コア1つにプロセスを1つ結びつけて、バインドと言います。結びつけて、同じ計算をやりました。同じ計算をやったんですよ。そうするとどのぐらい性能が上がったかというと 33% 向上しました。同じ計算やったんですよ。で、ハイパースレッドのオフってなってたのを BIOS で上げたらオンにしたら、それだけで272秒かかったのが203秒になりました。で、調べてみたんですけども、各ステップ計算ステップ1000ステップやったんですけども、で、最も遅かったプロセスのランク番号をグラフにしてみました。そうすると明らかにこう斜めってますよね。これだからそのすぐにランク番号1000番が一番遅かったら、次は999番が、その次は998番が遅いっていう、なんか構造があるわけですね。これ明らかにラウンドロビンで何かやってるんですね。で、多分通信の後処理が割り込んでるんですよ。バッファーをクリアするかないか。でも それ以上は僕はちょっと、調べることができませんでした。で、さらに、なんで大規模並列時のみ問題となるかは不明ですが、これも多分 NPI の実装と関係があるんだと思います。おそらく用意したバッファーをクリアするとか、そんな。ただそのハイパースレッドをオンにすると遅くなるプログラムっていうのもあって、それはすごくなんていうのかな、問題依存なんですね。だからじゃあずっとオンにしてればいいやんってわけでもない。次、他に軽減した事例ですけども、
通信がほとんどないはずなのに大規模並列時に性能が劣化して困るパート2っていうのがあってですね、調べて分かったのがですね、これもなかなか複雑回帰ですよ、回帰というか単に回帰ですよ、ハイブリッド実行時特定のプロセスのみが遅くなることがあって、フラット MPI ではそれが起きない。で1ノードでは発生しないけど256ノード以上で発生して、遅くなるプロセスは毎回違う、実行ごとに違うんだけど、実行中は一番遅いプロセスは固定で、これが怖いですよね。利用してないオブジェクトファイルをリンクしたら発生する。原因を特定するためにどんどんコードを削っていったんです。削っていった結果、ある瞬間にこう起きなくなったんで、あ、これが原因だと思って、でつけると起きてるってことが起きたんで、その起きたやつを呼ばなくしたけどもリンクしたままにしたらそれでも発生するんですね。そのオブジェクトファイルに入ってる関数読んでないのに、それをオブジェクトファイルにリンクしたら発生。これでもう僕諦めてベンダーに投げました。そしたら結局的に原因は TLB ミスだったそうです。ハイブリッド実行で256ノード以上で、かつそのオブジェクトファイルをリンクした時のメモリ使用量がちょうど TLB ミスが頻発する条件になってたって知るかって感じですよね。こういうことが起きるわけですよ。これが、いやだってこの条件でこれ TLB ミスだって分かったらその人は神だと思いますね。まあでもちゃんとベンダーは分かったんだから大したもんだと思いますけど、いや、僕昔 TLB ミスじゃないのって言われてた時があるんですけども、 TLB ミスってだって並列と関係ないので、各プロセスで起きることだから、だから TLB ミスじゃないと思ってたんですけど、まさか TLB ミスでした。でラジページの使用で部分的に解決しましたが、まだ完全に解決には至っています。並列化のまとめ、既存コードの並列化は限界があると思ってください。多分100並列の壁を超えることができません。で1000並列以上したければ最初からプログラムを並列化を睨んで書き下すことが必要です。で何度も何度も強調しますが、ベンチマークを取ってからが勝負です。ベンチマークとプロダクトランの間には高い高い壁があります。で並列計算の障害、これいろいろあるわけですね。例えば1000ノードで全然問題なかったテンポラリバッファーが8万並列にしたときに80倍になるから、ノード数に比例するテンポラリバッファーがあったんですよ。でそいつが 0.5GB 使ってたのかな、気づかなくて、でその8万並列でやったら40倍だから何十ギガンとかになってメモリ不足で落ちるということが起きたわけですね。とかそういうのってやっぱり、ね、それ事前に分かったら神だと思いますね。だからそのやってみないと分かんないことがたくさんあるので、やってみるしかないわけですね。でそれらすべてを乗り越えたときに、なんか桃源郷が、あるのかもしれない。そのやっぱりその他人の人に、他の人にできない計算が気軽にできるようになるわけです。だって1000並列、1万並列で何の問題もなく動くコードが僕の手元にあるわけです。そしたら普通の人が例えば100万粒子とか10万粒子でひいひい言ってるときに、これ1億粒子あったらこれできるのになって思って何もできないときに、1億粒子じゃあやろうかってポンって投げることができると何かできるかもしれない。その量の違いは質の違いを生むかもしれない。僕はまだそんな大したことやってないんであんま大きなこと言えないんですけどね。最後、全体のまとめですけども、高速化並列化は好きな人がやりたい人がやってください。今度 K コンピューターの次が出てくるときに、おそらくまたやっぱり並列化の人材がとかチューニングの人材がとか言い出すと思います。偉い人が気にしないでください。その時に慌ててやったって、そのずっとやってる人にはやっぱり勝てないわけですね。でそもそもその科学とかって、こうチューニングに限らずですよ、科学とかって偉い人がこれをやるべきだからって言ってやるもんじゃないでしょ。やりたいことをやるのが科学だと思いますので、ただやりたい人がやってください。でこの講義を見てチューニングに興味を持った人が、その他の人に何を言われようと関係なく趣味でずっとやっててくれればよかった。いや、この講義をやった甲斐があるなと思います。これでちょうどいいぐらいの時間ですかね。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。